ホンダ CBR ホンダ CBR750CBR750 はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイである。1983年から販売開始された CBR シリーズの日本国内向け仕様は排気量 250cc400cc クラスの普通自動二輪車のみがラインナップされていたが1987年に 同シリーズのフラグシップモデルとして、海外向け仕様となる SC21 型 CBR 旋回と、ほぼ同一の車体構造を持ち一部コンポーネンツを共用する姉妹車として、販売開始された、排気量 750cc クラスの日本、国内向け専用大型自動二輪車である、形式名 RC27。車体は、 CBR 旋回と共通のツインチューブダイヤモンド型フレームに全長 X 全幅 X 全高 2170X720X1185 としたフルカバードカウルを装着するスポーツツアラーで車重は乾燥 199kg 装備 224kg である搭載される RC27E 型水冷4 ストローク4バルブ DOHC 並列4、気筒エンジンは、内径 X 工程、70.0X48.6、圧縮比10.5エンジンオイル容量4.1リットルと、4、容量21リットルのタンクから4機の VG、60アンペア型キャブレターによる燃料供給を行い、トランジスタ添加装置を装着。最高出力 77PS、9500、 RPM、最大トルク 7.0kgm、6500RPM を発揮し、動力伝達は常時広報式6段、マニュアルトランスミッションを介したチェーンにより、後輪を駆動する。サスペンションは、フロントが 39mm 系アンチダイブ機構、トラック装備の円筒空気バネ併用テレスコピック、リアが、油圧プリロードアジャスト機構付けプロリンク式、スイングアームとし、 キャスター角26度トレール 104mm、ホイールベース 1480mm、最低地上高 135mm、回転半径 3.3m シート高 770mm に設定された。前後輪はアルミホイールとし、110、80から17.140、70から18のバイアスタイヤを装着。ブレーキはフロントがダブル、リアが シングルのディスクブレーキとしたほか、以下の装備、装着がある。なお、ホンダ技研工業の公式発表では1987年モデルと1988年モデルの社名が異なる。CBR750 スーパーエアロホンダコレクションホール所蔵者社名。CBR750 スーパーエアロ社名。 CBR750 製造販売終了。ありがとうございます。